皆様、増田俊雄でございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年は実は私大変縁起がいいんですね。私のホームページ皆さんご覧になっていると思いますが、ぜひもう一度ですね、私の写真が出てますからぜひ見ていただきたいんですが、私のホームページはここです。直言 .com ですね。わかりやすいですね。私自直言という情報誌を無料ですが出しておりますから、その直言ですね、直言 .com、ここにアクセスしますといろいろなですね情報を得られることになっています。今出てる私の写真があります。これですね、これです。これはですね、ウミガメと私の写真なんです。これ去年の12月にですね、これはハワイのカハラビーチというところなんですが、このビーチを歩いておりましたらウミガメに遭遇しまして、写真を撮ったんですが、私もこのカハラというところには20年以上住んでますが、近所の方はですね、それこそも30年50年それこそカメハメハ大王のハワイ王国の時代からですね、の家族の皆さんもいらっしゃるんですが、そういう方がですね、このカハラビーチに来まして、このウミガメを見ましてね、長いこと住んでるけどもこのビーチでウミガメを見たのは初めてだというおっしゃるんですね。ですから本当に珍しいことなんですね。そこでこのウミガメに出会ったということで、このホームページにも書いてますけども、ウミガメの背中に乗って竜宮城に行きますなんてですね私言ってるわけなんですが、非常に縁起のいいことなんですね。で、実際にですね、その縁起のいいことがどんどんそれ以来起きまして、いつも株のお話、金の話ばっかりして恐縮なんですが、12月のあれいつでしたかね、11月ですね、11月の20日頃だったと思いますけども、私と仲良くしている、有名なアメリカの政府関係、軍事関係、CIA、インサイダーをしてらっしゃる方がいるんですが、お金に関することですからちょっと名前は控えておきますが、その方からですね、名前は教えられないけど黙って、その運用口座にお金を入れときなさいと、そうするとロボットがですね、運用して、12月の20日から21日かその辺でですね、全部この成り行きで売るようにセットしてやると。だから増田さん、あなたがやることはただその口座にお金を振り込んだきゃいいんだよと。12月の20日頃になるとドーンと売れてですね、最低でも 10% ぐらい儲かるよってんですから、これはそんな1ヶ月やそこらでですね、儲かるっていうことを、ちょっとありえないことですが、しかし信用できる方ですし、長いお付き合いですし、言われる通りですね、仲間のお方もお誘いして一緒に今お金入れたんですね。そして12月の20日あたりになってもいよいよ売ることになる、売る日なんですけども、ご存知の通りニューヨークダウは大暴落をしまして、もう12月の後半からどんどん下がってきて、もう20日21日なんつったらですね、1日何百ドルつって下がってですね、とうとうクリスマスイブの24日にはですね、1日1000ドルも暴落するという、こういう事態が起きてたわけですね。そんな暴落してる最中にですね、売ったんじゃですね、大損が出るに決まってるわけで、そうこうしてるうちに20日21日となったわけですから、恐る恐るどうなりましたかと言って聞いてみたらですね、いやー思ったより儲からなくてたった 22% しか儲からなかったって言うんですよ。だから儲かったんですかって言ったら、それは私が推薦した銘柄で、そして指定した日にちに売って
今まで損したことは一度もないんだから儲かるのは当たり前だよなんて軽く言われまして、まあびっくりしたんですが、そのじゃあ何を買ったんですかって言ったら、この銘柄についてだけは言えないということで、まあ儲かったからいいじゃないのということで、まあ名前を伏せてですね、そのチャートを見せてくれたんですね。チャートはですね、どこチャートを見せてくれたんですよ。どういうチャートかと言いますとですね、名前が書いてない、金額も書いてないチャートが、お見せしましょう。これですよ。ね。これ、見ても分かる通りですね、ニューヨークダウはこの20日21日、急落してるわけですよ。この赤いその矢印、これがもうニューヨークダウの暴落の様子を示してるわけです。そして黒い線の矢印がヒューッとこう上上がってるのはですね、その名も言えないある銘柄ですね、その銘柄がどういうわけだか、その日に限って上がってるわけなんですよ。でその上がった様子をまあ拡大したのがまあ出てますけども、まあ、こういうことなんですね。でおかげさまで、まあ、12月1月のですね4日ですね、銀行が開いた1月の4日なんですが、まあ元利合計といいましょうか、利益がドカンと銀行口座に入金されたというですね、まあ、全く宝くじに当たったみたいな話なんですが、まあ、亀に出会ったためにこうなったとは言いませんが、なんか気分がいいじゃないですか。見たこともないようなウミガメに遭遇してですね、そしてそれとは関係ありませんけども、まあ儲けさせていただいて、まあ私一人じゃないんです、まあ私の仲間も一緒にですね儲けさせてもらったんですが、まあ、これは春からなかなか縁起のいい話だということですね。まあ私も非常にこう今年は花から気分が良くて、本当にこの海神の背中に乗ってですね、竜宮城にですね行けるんじゃないかみたいに、本当に子供みたいにですねはしゃいでいるわけなんですよ。まあそういうこともありまして、いろいろ株の動向とかなんかを皆様にですねお伝えするのが私の仕事みたいになってますが、まあ暮れにご存知の通り日経もニューヨークダウも暴落したわけですが、まあこれについてもですね、来年はどうなんでしょうと、つまり今年ですね、今年はどうなんだという質問が多かったんですが、もう皆さんに全員にですねお話ししたのは、来年からはよろしいと、来年からは上昇気流に乗りますよと。ただし、このマーケットを牽引するね、牽引者が交代しますと。今まではですね、この金融バブルといいましょうか、金融緩和をメリットとしてですねどんどん伸びてきたソフト関係が株価を引っ張ってきた。まあ、しかしながらアメリカの FRB を見れば分かる通り、もう引き締め政策に入って、ヨーロッパ中央銀行ももう緩和はやめたと。それから日銀の黒田総裁もですね、まあ緩和は続行するけれども、この量的金融緩和ですね、つまり80兆円国債買ってたのを今、去年60兆円に落として、今年に入るともっと30兆円ぐらいに落とすんじゃないですかね。ということでですね、引き締めとは言いませんが、緩和の規模をですね、どんどん減らしていると。イールドカーブコントロールなんて難しい言葉を使って、まあ要するにですね、長期金利、短期金利をですね、ゼロまたはマイナスにですね、強引にこの引き付けるという政策を取ってたわけですが、これにもゆとりを持たしてですね、まあ市場動向で少しこう、動ける範囲をですね、広げてきたということもあってですね、もう今までの緩和はですね、もう終わりということになったわけです。緩和で終わるが終わると、緩和をメリットとして伸びてきた FANG とかですね、まあ Apple とか Facebook とかいろいろありますが、こういうところがもう全部ダメになるということですね。で、そうすると緩和政策に代わって次に出てきたのがトランプ大統領の財政政策、法人税のこの減税、レパトリー、海外に出てる金をアメリカへ戻すと。それから個人の消費を伸ばすために所得税の減税ということ、そして企業を活性化させるために公共投資を増やすと
ということですから、これからの経済の主導権は財務省、つまり財政政策に移っていくわけです。ですから今年の重要な点はですね、今までの経済を引っ張ってきた金融政策というものが終わって、次から財政政策が経済を引っ張る時代に変わったんだということ、この大きな違いを頭の中に入れておかなきゃいけない。それから市場に関心のある方はですね、ソフトが売られてハードが買われるということですね。でソフトはみんな値傘株ですから、株価の高いものを売って株価の安いものを買うわけですね。こういうふうに後退すると、これが終わるまではですね、株価が上がりようがないんですね。高い値傘株を売って、そして低位株を買うわけですから、平均株価はどう考えたってですね、上がりませんよね。ですからこの、まあ、低迷がですね、どこまで続くかということなんですが、まあ、私の見方は3月ぐらい、この辺からですね、新しい、市場の牽引役というものが登場して、そしてこの財政政策がこれをバックアップして、そして新しい市場の流れができるという、まあこれが私の流れ考えなんですね。まあ政治の上においてはどういうことかというと、今までまるで喧嘩腰みたいにですね、トランプ大統領は貿易相手国中国、日本、欧州にどんどんですね関税をかけて、この攻勢をかけてきたわけですが、まあそれはですね、こういう喧嘩をしたってですね、お互いに儲からないことは分かってるわけなんですよ。まあしかしながら、アメリカを少しでも有利にする、アメリカファーストですから、有利にするためにですね、まあやっちゃいけない喧嘩をですね、こうやったっていうのがトランプさんなんですよ。で喧嘩のための喧嘩ではなくて儲けのための喧嘩なんですから。で今年からはですね、もう喧嘩はやめて、脅してみんなこのビクビクしてるその弱みにつけ込んでですね、タッタッタッと約束事を決めて、つまり平和条約ですね、これをさっさと結んでですね、そして皆さんよかったねっていうのは、まあ調子のいいことをですねやってくるだろうというふうに、まあ私は見てますね。ですからこれも今年の大きな違いなんですね。トランプの攻勢、喧嘩越しの喧嘩太郎トランプからですね、ニコニコ笑って握手するトランプというふうに変わるわけですから、これもですね、大きく市場その他影響を受けることは間違いないですね。まあそういう流れがはっきりしてくるのが、まあ今年の3月あたりでですね、その辺からまあいろいろ低迷している株もですね、新しい流れができてきて、そこから新しい世界の秩序といいましょうか、新しい方向へですねこういくと、そうするとこの何て言うんでしょうか、今この不安定でリスクが高くてどうなるかわからないというですね、不安に満ちたこの世界というものがですね、どんどんと握手して合意するわけですから、非常にですね、この不安がなくなって安心が出てきて、そしてこうしよう、ああしようという一つの希望に向かって計算を立って、そしてそちらへ進んでいくというですね、まあ、精神的にもですね、非常に健全な状況が起こっていくのではないかというのがですね、まあ私の見方なんです。ですから今年はそういう意味でですね、私も海神の背中に乗って竜宮城に行きますので、皆さんもその気分でですね、私とお付き合い願えたら幸いだなと思っております。今日はこれで終わらせていただきます。